はじめに筑波大の学生たちによる国際的な貢献活動の話題です。筑波大学国際交流サークル傘の学生たちが筑波駅周辺でウクライナ難民に向けた義援金の募金活動を行いました。ロシアによるウクライナ侵攻が始まってからおよそ3ヶ月が経過。ウクライナ国外に逃れた難民の数は現在およそ600万人にも上るとされています。苦境にあえぐ難民の方々を支援しようと筑波市内で募金活動を始めたのが筑波大学国際交流サークル傘の皆さんです。傘は2019年に設立された団体で、留学生が半分と日本人が半分といった割合で、だいたいミーティングを英語で行っています。メインの目的が国際文化交流で、日本人の人たちや留学生たちが各々のことを話し合い、最終的には自分たちが、国際問題や社会問題を解決できるような人材を輩出することを目的として活動しております。張さんがもともと発案されてということだったんですか？今回 の、 募金プロジェクトの、プロジェクトマネージャーをさせていただきました。ミーティングで、とりあえずなんか3月頃に募金活動とかボランティアみたいなのやってみたいよねっていう話が出てて、で年明けになりまして、ウクライナとロシアの問題が起きまして、でそれに関しての募金活動を始めようと思って、私たちは傘としてどちらかの政府を支援するっていうのはやめようという形で、やっぱ今の世の中いろんな情報が回っているので、そのどれを信じていいかとかいうのはちょっと難しい問題なので、今回はどちらかの政府の支援ではなくて、実際に発生している難民の方、困っている難民の方がいるっていうのは事実なので、ウクライナの難民の方を支援してあげようという形で募金活動をしました。今回7日間平日は夕方ごろと土日は朝方ごろ活動させていただきまして、つくば駅での募金だったんですけれども、7日間で合計40万円ぴったりぐらい集まって、で参加者の人数が数えられた限りなんですけれども、570人以上参加していただきました。集まった支援金は国連 UNHCR 協会を通じ寄付され、今後はウクライナ難民の救護活動や物資の提供に充てられるとのことです。今後のサークルとしての活動について教えてください。今回の募金プロジェクトで、自分たちが社会問題や、国際問題について何かできるっていうことが分かったので、今後も大学の中の問題や、社会問題、国際問題を解決、自分なりにできることを行動して誰かのために頑張っていきたいと思います。筑波から世界へ、若い世代の行動力が危機に直面する人々の救いになることを願ってやみません。